176人が乗っていたウクライナの旅客機がイランで墜落した事故で、欧米各国の首脳は9日、ミサイルでイランが撃墜したという見方を相次いで示しました。これに対ししててイランは、ないいと完全否定しています。 墜落で63人の死者が出たカナダのトルドー首相は9日情報機関や同盟国の情報をもとにイランが撃墜したと述べ誤って撃墜された可能性があるという考えを示しました旅客機が墜落したのはアメリカ軍の駐留する基地をイランがミサイル攻撃した5時間後でイランは当時アメリカ側の反撃に備え警戒態勢に入っていたといいますアメリカのトランプ大統領も 旅客機が誤って撃墜されたことを示唆しましたさらにトランプ大統領はイランに対する新たな経済制裁を承認したことを明らかにしましたこれに対してイランは旅客機の撃墜を全面的に否定しましたその上で アメリカからの事故調査を受け入れるとしていて、ロイター通信によりますと、すでにアメリカがイランの申し出に応じると答えたということです。